随一オタリのアリの問題オタリのアリの問題は、計算機科学者で、パズル愛好家の大谷義行が考案した数理パズル問題である。次のような問題である。立方体を2個繋げた形をしたブロックのある頂点にアリがいる。アリは、ブロックの表面を歩いて移動することしかできない。ブロックの表面でアリがたどり着くのに最も遠い地点はどこか、直感的に 反対側の頂点だと思うかもしれない。それは正しいだろうかもし、ブロックが112ではなく、111であれば、明らかに反対側の頂点が、最も遠い。わかりやすくするためには、展開図を使えばよい。仮に111だった場合の展開図を考えると、図2のようになる。左下が、ありが最初にいる点である。展開したために、立体の一つの頂点が、 複数の点に対応している。111の時に最も遠い場所が反対側の頂点であることは、左下から対応する点までを半径とした円の中に他の点がすべて入ることから確認できる。112の時はどうだろうか。最も遠い点を定規とコンパスによる作図で指し示すことはできるか、あるいは座標で指し示すことはできるか。図ヒントの展開図。 ドナルドク・ヌースは、これを発展させ、ブロックの表面をたどった場合に、最も遠い同士となる、点の組を見つけよ、という問題を提案した。その他の発展問題がある。パーカー、ありがとうございます。